皆さんおはようございます。9月の19日になります。時間が朝の6時48分になります。えー、FOMC で FRB は50ベーシスポイントの金利の引き下げをしました。はい。ということで、えー、ちょっとニュースの方もね、あのちょっと紹介していきますけど、SEC なんですけど、えー、前回の動画でですね、SEC がねポイント稼ぎ、 CFTC と、ね、してくるんじゃないのかとそういうニュースご紹介しましたけどまあ早速ですね始まってますね SEC、はい、読んできますえ米 SECNFT 販売違反でフラフライフィッシュクラブに75万ドルの罰金ということでフライフィッシュクラブは未登録の NFT 販売で SEC の罰則に直面しており 75万ドルの罰金を課されるリスクがあるピアース委員長と上田委員長は委員は、えー、反対意見を述べ SEC 規制の下で NFT 制作者に対する明確化を求めたウィリアム・ティモンズ下院議員は SEC の取締りから NFT を保護するための法案テクノロジーにおける、えー、新 局地法案を提出したということで NFT に関しての、まあ、罰則ですねはいまあちょっと簡単にご紹介しましたけどもう一つニュースありますはい続いてこちらはですね XRP 価格予測0.6ドル超えない超えは続かないかもしれないということでね、うん、えー、まあこちらテクニカルの話になってますけど0.60ドル超えが できなないいいかかもしれれとと、うん、うことが書かれてますはい、チャート見ていきますはい、それでは XLM から見ていきますけど、えー、本日14円になってますね。はい。えー、まあ現状変わらないんですけどね、うん。グリーンキャンドル作ってきてるな。まあ自分のちょっとこれ意見なんですけど、皆さんに今までね言ってきた通り、えー、あれが来ると思うんですよ。あの、景気後退。 なので、それがもういつ来るかだけだと思います。ということで、XLM はね、その景気後退が来る前にね、ブレイクする必要があります。で、えー、その景気後退がね、来る日にちなんですけど、まあ、日にちまではね、正確には分かりませんけど、今月中に来てもおかしくないと、そういうふうに見てますんで、今日19日でしょ、まあ、だから、あと10日だね、やっぱ。うん あの前回の、ね、景気後退じゃなくてあの2019年の、ね、FRB の20ベ25ベースポイントの利下げの時は10日ぐらいあの上がってから、うん、それからまあ下落していってずっと下落していって暴落したという、まあ、過去のね動きがありますけど、まあ、今回は50ベースポイントで,、うんでまあ、大きくね動かなかったですよね。 ビットコインねあまり、うん、ちょっと値動きは,は細かい時間で見れば激しかったけどそんなに大,大きいねあの何て言うの上下はなかったということでまあ自分がビットコインのね動画で話した通り、うん、一回下に振ってから買われて上がってくるとだけど50ベースポイントだったから25ベースポイントだったらあの投資家のね えー、失望売りが起こると今まで言ってきましたけど25ベースポイントじゃなくて50ベースポイントだったので失望売りはなくて、うんえー、ちょっと買われて上がってきてるみたいな感じなんだけどこれがどこまで続くかっていうだけだと思いますあとビットコインがね、うん、だからまあ10日ぐらい続いたとしたらまあ29日とかねそのぐらいからまあ景気交代に入ってもおかしくないと。でもし そこで入ってきたとして10月に入ってからあの米国のトランプとえハリスの選挙がこれが仮にえハリスの勝ちであってあの結果が出た場合は、うん、あの景気後退に入ってるとこにさらに、うん、クラッシュが来ると、ね、そういうふうな感じでちょっと考えてるのでまあ、選挙はどっちが勝つかわからないけど 景気交代と選挙は自分、ワンセットだと思ってるんで、自分はそう思ってる、うんなので、まあ、どうなるか分かりませんけど、ね、早めに手を引くのか、それとももう握ってね、あの待ち構えて、キャッシュを貯めていくのかという話してます。はい、ということで、どっちまあ、早いか遅いかだけだと思います、あとね、はい XRP 見ていきましょう。 はい、XRP 円建てになりますけど82円になってますね横に動いてます、はいえー、紫の79円は割り込んでないのでまあ良かったですねこれはね、うんはいえー、87円ね目指して、うん、上抜けしてもらってもう早いうちにブレイクしてくってブレイクしてね上に行ってくれないと。うん もう景気後退っていうかもう下げてくるね時期がもういつ来てもおかしくないとそういうふうにちょっと思ってるんでまあこれもいつまで持つかなっていう感じだねとりあえずうんとりあえずまあ短期的にはね上に行くんだとまあそういうふうに一応思ってますけどうんえー日銀決定会合が次あるのでまあそこら辺でね何かあの下がるような材料がね出るんだったらもうそこでアウトだと思いますね。 ちょっとわかんないです。そこ、そこら辺もね。まだ。うん。はい。ということで。はい。ということで。まあ、もしかしたらね。うん。今週もね、下げ始めるのかもしれないし。う,ん、うまくいって10日ぐらい、あの、上がっていくのかもしれないし。ね。とにかく XRP と XLM はね、もう早く上がっていってもらって、ブレイクする必要があります。皆さん。もう時間がありません。はい。ということを思います。はい。ということで。えー、皆さん、いつもありがとうございます。また続きの話聞いててください。失礼します。